コガネグモ、金雲、小金雲、黄金雲、革命は、雲ク目モモク、コガネ金雲かに属する雲である。最も広く知られている雲の一つである。体長は、メスで20ミリメートル弱、雲としては、大型の部類である。初夏に成熟し、メスの腹部には幅広い黄色と黒の横縞模様があるのが特徴である。オスのサイズは、メスの1、5程度と、 はるかに小型であり、体色は茶色一色である。造毛性の雲で、ほぼ円形に近い綺麗な円毛を作る。雲は常に網の中心におり、頭を下に向けて止まる。この時、前二体と後ろ二体の足をそれぞれ揃えてまっすぐに伸ばし、その配置は X 字状になる。小金雲はこの足の配置に合わせるように、網の上に、 糸の帯でできた白いジグザグの模様をつける。これを、雲の姿を隠すものという意味で、隠れ帯と呼んだが、実際にその効果があるかどうかはわからない。単純に、白帯、白帯と呼ぶ場合もある。なお、白帯の形は、特に幼虫の場合には円形であったり、縦一直線であったりと、様々である。餌の昆虫が網にかかると、その振動に反応して接近しか見つく。 さらに、獲物の体を、コマのように回しながら、糸の帯を巻きつけ、糸で包んでから、網の中央に運び、そこで食べる。人為的に餌となりうるもの以外を網にかけたり、挑発すると、網を、網の平面に対して垂直に振動させて威嚇する。オスは成熟すると網を張らず、メスのところにやってくる。メスの網の端で湧く糸に足をかけ、糸に振動を与え、 メスの機嫌を伺い、それから網に入って、降雪を行う。メスは卵を糸で、くるみ、卵嚢にして、網の片隅にぶら下げる。卵嚢は、細長い八角形くらいの形で、扁平で、2枚の膜に卵解を挟んだような仕組みになっている。幼体は秋に孵化し、糸を使って飛んでいくバルーニングを行う。変異地下であり、生体は秋までに死亡する。 日本では本州以南、伊豆諸島と沖縄諸島までの南西諸島に知られる。国外では台湾、朝鮮、中国に分布する。小金雲は日本の多くの地域においてごく身近に見られる普通種であり、中でも目立つ種であることから、その存在はよく知られている。そのために古くから各地で様々な名前で呼ばれていたようである。特にジョウグモとは混同されやすく。 同じものとして呼ばれることも多かったらしい。両種の違いについては口述する。それ以外に、湯原は、三場葬雲、三番葬のこと、横振り雲などの異名を取り上げ、さらに、子供たちが勝手に呼ぶ名として、賃代雲、賃代雲兵隊雲、兵隊雲を取り上げている。ただ、実生活において、大きなありがいはなく、子供の遊びに使われる程度である。 その一つは、子供が蝉などを捕まえる場合である。補注網のような柄と網の枠だけを用意し、この枠に、蜘蛛の網を引っ掛け、臨時の網として用いて、虫を取る、という方法があり、その場合に、本種の網が使われることが多かったという。ただし、現在では簡単な虫取り網が安価に入手できるから、このような方法は、廃れている。もう一つは、 クモ同士を戦わせる遊び、クモ合戦、口術で、本種もよく使われる。クモは肉食性の小動物であり、二匹を近づければ、攻撃を仕掛け合うことがある。そこで、クモを捕まえてきて、互いに消しかけ、喧嘩をさせる遊び、昆虫相撲が各地にある。本種や長子が根も、本種ほど、攻撃的でないので面白くないというのような、増毛性のクモを使う場合や性の、 ハエトリグモを使う場合などがあり、各地の伝統的な遊びにもなっている。ただし、子供が野外での遊びをすることが少なくなった現在では、それを見ることはあまりない。海外ではフィリピンで二匹のクモを細い横棒の上で戦わせる遊び、クモ相撲が子供たちによって日常的に行われているが、使われているのは小金グモではなく、ヒメオニグモ族のクモである。現在、 このネグモを使用した雲合戦を地域の伝統行事として盛んに行い、町おこしに利用しているところもある。鹿児島県愛良市では、この雲合戦を毎年の6月第3日曜日に起こっている。大人も子供も参加し、参加する者はあらかじめネグモを採集し、大会まで大事に育てる。強い雲を飼育するにはいろいろな秘伝があり、名人と呼ばれる人もいる。 紅白の布を巻いた横絵のついた棒を立て、この横絵に小金雲二匹を止まらせ、互いに喧嘩するように消しかける。行事役は、たったった、という掛け声をかける。この行事は、伝承によれば文読、文禄慶長の役において、薩摩藩の島津義弘が出陣した際、兵士たちを励ますために始めたものとされている。高知県四万都市にも、同様の行事がある。 小金雲と同じくらい名の通った雲にジョロウグ雲がある。名前としてはむしろジョロウグ雲の方が有名かもしれない。この両者は共に動く普通の雲であり、両者が混同されることが多い。いずれもかつては小金雲家に所属していたジョロウグ雲は現在ではジョロウグ雲家に所属させるほどであって、多少似ていなくもなく、また、成虫の腹部に大柄な横島があることも共通している。しかし、 違いを知っていれば混同することはない。ネ金雲族、学名は日本に7種ある。地域にもよるが、普通に見られるのは以下のような種である。特に最初の2種は本種と共に見られ、反問も似ている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。